皆さんこんにちはエイングロッド担当の金光です今回私が紹介させていただきますのはストイストの追加シリーズとなります今回ストイスト追加シリーズにアイテムありましてまず一つがこちらの99の LML インターラインの方ですねそれとアウトガイドモデルとしまして 76M の SMTT この2種類になります まずですね、えー、76SMTT の方からご説明したいと思います。まあ、今回ですね SMT といったところでストイストでは初めてのです、ね、スーパーメタルトップ搭載モデルとなるのですが。 従来の SMT と違うのは SMTT というところで SMT チューブラーというところの違いがあります。チューブラーといいますとやはりですね極端な曲がりがなく自然な曲がりをするというイメージになると思いますけれどもこちらがですねもともとある SMT のソリッドですねこちらが SMT のチューブラーとなります。 SMT のソリッドはですねちょっとこういう癖のある極端な曲がりっていうのをですねもともと EX の88でもラインナップしておりましたが非常に癖のある曲がり というのがありまして微妙なです、ね、潮の重みとかそういったところはしっかり捉えることができるんですがちょっと慣れていないとです、ね、キャストがしにくいとかいうようなところもあったんですが今回の SMTT はです、ね、ご覧のようにティップが極端に曲がるようなこともなく非常に自然なカーブというのをです、ね、描いております。 イコールです、ね、操作性というのが非常に上がってますのと何よりも普通の SMT との大きな違いはテカンドこれにつきますテカンドがです、ね、非常に上がっておりますのでキャストしてえぎを沈めて待つとそういった基本動作におきましてえぎを沈めている時にです、ね、非常に当たりをしっかり取れる。 まあ、暗闇の中で長い時間ホールさせるってなかなか苦痛なところでもあるんですけども、まあ、このロッドでしたらです、ね、非常に手元に当た,りが当たりが伝わりますので、まあ、そういう待っている時間そのものがです、ねえー、楽しくなると、まあ、そういったコンセプトのロッドですで長さも、ね、7.6フィートという短さなので非常に取り回しが良いというモデルになりますで続きましてインターライン こちら先ほども申し上げましたように9級という本当に10フィート弱という非常に長いインターラインになります、まあ、台場の中でもですね最長クラスのインターラインとなりますけれどもこちらも救急ながらウエイトは120グラムを切っているという激軽です、本当にこの長さでありながら片手で振り回せるという代物になっております。 まあ、インターラインのですね、えー、説明は今更なんですけども、やはり強風下で使うときとかに、えー、ティップに糸が絡まないとまあ、そういう大きなメリットがありますので、特に、えー、風の強い日とか夜のナイトゲームなんかにはですね。お勧すすめできます。で長いって言ったところで、えー磯場足場の高い堤防とか磯場なんかでもですねしっかりロッドティップを下げて、えー、フォールに集中できるとまあ、そういったメリット。 プラス当然のことながら飛距離も大幅に伸びるというですねインターライン最長ロットならではのですね、メリットがたくさん詰まったロットそれが99の LML となります。はい、以上です。